商店街で、カフェをしています。カフェ A セプテンバーという屋号なんですけれども、まあ、A セプテンバーの A は私の愛息のあっくんの A で、セプテンバーというのはあっくんが9月生まれなんで A セプテンバー、あっくん9月生まれってつけました。で、まあ、このお店をしようと思ったのは、まあ、私もこの辺りが地元なんですけれども、まずその当時禁煙のお店がなかったっていうことですね。あとそのがっつり美味しいケーキとかトーストを食べれるお店っていうのがなかったので、まあ自分でこの商店街でやってみました。でおすすめはチーズケーキです。生クリームの生クリームもバターを使ってない。生クリームとバター使わんとやのにめちゃくちゃ濃厚で美味しいです。ちょっと一口いただきます。ほんまや、なにこれ、濃厚や、ほんまに。ちゃうで、これほんまに。一口食べてみな。もうとにかくそのチーズを贅沢に使ってますね。うん、その原価とかあんまりも気にせずに、やっぱりチーズケーキが好きやから、その本当にチーズを贅沢に使ってます。やっぱり町のねケーキ屋さんとかその他店っていうのはやっぱりそのコストダウンしようと思って、その生クリームとか牛乳とかヨーグルトを入れてその伸ばすんですよね、低コストで。だからあんまりチーズケーキっていう名前はついてるけれども、チーズの風味とか味がしない名ばかりのチーズケーキが多い。まあ、ここのお店は本当にもチーズを贅沢に使ってて、生クリームとバターも一切使ってないので、カロリーもすごい抑えられてますね。だから本当に自慢のチーズケーキです。まあ今5年目になるんですけれども、本当にその地元の温かい常連のお客様に支えられての5年目でございます。あとまあランチもしておりまして、無農薬野菜に国産のものをこだわって使ってます。ぜひ玉造りに来られましたらご来店ください。